せよ。こんにちは。ニュースで韓国語は、私、韓国生まれ日本育ち、わったがたしてきた韓国人のジュジュと、日本生まれ韓国在住経験があり、今は仕事でたまーに行き来できなくなっちゃった、えー、ですが、まあ行き来していた、えー、っと、<laughs> 日本、日本人のヨシが、 韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、日韓ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。というわけで、前回に引き続き、ジョンさんが今日も登場してくれてます。こんにちは。こんにちはよろしくお願いします。はい。えー、前回は終了間際熱い政治トークが繰り広げられた、 いや、あの、私負けた。<laughs> <laughs> なんか収支買いしてしまって。<laughs> <の>いや、違う。私はムンパは譲らないけれど。うん、<ー>でも確かに制作言われると困ってさすがに僕も、あの、韓国にもう一回パックネ製品が登場してほしくないなとは思いますけれども。うんうん というわけで今日はお引越しの話、後ほどしますですけども、ジュジさんは絶賛お引越し先を探し中です。いやー、東京の住宅事情はひどいね。うーん、ちょっと今タイミングが悪いのかなやっぱり。え、でも今なのかな自分が探した頃に比べてだいぶ高いなという気はした。やっぱり あの、そうですね、いろいろ手伝ったんですけど。ね<ー>うん。えっ、ー、と、川崎いいです、川崎。<laughs> あ、川崎ね。そうしたら今住んでるとことあんま変わらない <laughs>、ね。ああ、ねのところで、ジョンさんはゲームしますか いやもうあポケモン GO やってます <laughs> 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 うん僕もあの給食中はドラクエウォークにだいぶになりましたあ,のあれで随分歩いたわ <laughs> それも流行ってるんですか<ん>それも流行ってるんですか、うん、まあまあ流行ってるでもポケスライムとか探すのそうそうそうスライムとかをさし、えー、道で出会うスライムとかドラキーとかをやっつけるのでもなんか今韓国の人たちも相変わらず ポケモン GO にすごいハマってる感じだよね。そうえ、ポケモン GO?、ね、韓国で,うであ、そっか、私、ポケモン GO 始めた時、韓国でできなくて。そう、あの、うん、地図システムが、地図システムの防衛、<う>あの防衛上の問題が、えー、あってあの、韓国ってすごいその安全保障上の理由で、あの、電子地図システムを海外の企業に開放していなくて、うんうん ね、もしか<で>カモンドの端っこの方でだけできるっていう頃で,情こで,で、情報が止まってた。そうそうそう、そこになんかなんか週末になると人が殺到しているという時期が一時ありましたけど。<laughs> 今普通にできるんですね。どこでもできます、ね。今、まあ<ー>そこら辺がクリアされて、あの今はもうどこでもできるみたいなんですけどね。そうですか。うん だから韓国では Google マップが使えないあ。使えなくはないんだけれども、うんうん、やっぱり基本、あの、情報量が多くないからみんなカカオマップ使ってるよね、とか。とかあるんですけど。まあでも、本当にポケモン GO 好きよね。いや、もう最近ハマっちゃって、もともとやってなかったんですよ。一回、数年前、あの、登場してからやって、で、もうつまんないから、いや、やめたんですよ。うん、で、やめてから、ちょっともう仕事してるし、もうたまにちょっと時間潰して、暇つぶしてやってみようかなと思って、 そう。で、やり始めたのがポケモンコーえー、<laughs> ほんと最近なんかちょっと、また、いろいろ、グレードアップしたんです結構いろいろ、ポケモンスープ、えー。ええ、そうなんだ。出て、で、あと、いろんなイベントもあるから、駅で泊まって、こうやってる人みんなポケモンやってる人い <laughs> うん。うん、変な人たちに見える。うん。なんか、僕もなんかその最初の頃、結構飛びついて、しばらくやってたんだけど、 あこれをやってるともう人間ダメになる。<laughs> あるきパタッとやめましたけど、それ以来やってないんですけど、韓国の人たちはまだまだなんかみんな頑張ってるなっていう印象が私のタイムラインを見るとあるんですよね。確かに、うんいや。でも本当に街中歩いてるといっぱいいますもんね。うんやってるご高齢の方とか、うん。韓国ってゲームがある種のこう産業みたいな感じで、ねね、で個人でもこう ある程度、こう、レベルが上がって、あの、できるになる、できるようになると、それでやっぱ金になるわけですよ、その。金になるあ、なんか昔、ゲームハゴンとか、紹介しましたよね、うん。まあ、あれは本当に e スポーツとかプロゲーマーを目指す人たちのためのところだけど、なんか、もうちょっと身近に金になるところが、できる、出るみたい。だからその、ポケモン、だポケモンじゃない、あの、まあ、例えばポケモンだとしても、うん、に例えると、 あるキャラをこう育てて、育てて、で,で、ある程度のこうレベルがアップして、で、それをなんか、金でこう売るって、みたいな、っていうのが韓国では。普通に買う人がいるのいますよね。それの、そのゲームにハマってる人は、全然この ID 買いますよってなって、アカウント買って、で、それで、ID 全然買えるんですよ。しかも、アイテムも販売できるんですよね。アイテムも、販売できるサイトがあって、そのアイテムも、やっぱこう、販売できるんですよね、その、 気がしなないなという背景事情を理解した上で、選挙の話なんですけど、<laughs> 実は、この、いや、な、な、これ、何が問題なのって最初思ったんだけど、韓国では結構いろんな問題が複雑に絡み合って大問題になっているというお話です。正義党ってあるじゃないですか。はい、えー、政党、はいうん。進歩政党ですね。左翼、はい、政党とも言います。はい、共に民主党よりももうちょっと左の方の、うん、 ね、カラーの政党。割と小さい政党ですけど。でもだからって日本で例えると共産党なのはどうかと思う。ね、そうですか。まあちょっと確かに違うんだけど。うん。あ、うんま好きじゃない。え、そこが、あの、やっぱり、えー、あんまり選挙区では当選しないので結構比例代表に力を入れてるわけなんですけど。共産党だな <laughs> <laughs> まあいいや。まあ小さい政党なのでね。うん。で、今回はちょっと、 選挙制度が変わって、小選、小政党に有利になると言われているので、で、そこの正義党が比例あの、今度、まあ、韓国で4月15日に総選挙があります。国会議員の選挙があって、えー、小選挙区比例代表、並立制なので、比例代表の選挙もやるわけなんですけど、比例代表の名簿一番に、すごく若い女性が、実は、名簿に乗りました。ところが、この人が、過去の経歴をめぐって、すごく、 批判されました。ね、その過去の経歴、何が批判されたかっていうと、ゲームの買い玉をしてもらったということ。していた。してもらったの。して,<れ>してもらったの、もら,たもらった方が。人にゲームをしてもらったそそそうそうそう,そう ええ、そうかしてもらった方なんだ、うん。まずは記事を読みましょう。う正義党が4月15日の総選挙で、比例代表名簿の一番に公認したリュホジョン候補が過去にオンラインゲーム、リーグオブレジェンドを知人に代わりにやってもらう方法でゲームのランクを上げたという問題が提起されたが、リュウ候補は再新任を受けて候補を維持することになった。キムジョンチョル選挙対策委員会スポークスマンは、リュウ候補は一度あった過ちについて心から反省しており、青年労働者たちと情報技術労働者の 정의당이 4일로 총선에 비례대표 1번으로 공천한 류호정 후보가 과거 온라인 게임 리그 오브 레전드를 지인들에게 대신하게 하는 방법으로. 게임 등급을 올렸다는 논란이 제기됐지만 류 후보는 재신임을 받아 후보직을 유지하게 됐다. 김정철 선거대책위원회 대변인은 류 응. 후보는 한 차례 있었던 과오에 대해 진심으로 반성하고 있고 청년 노동자들과 정보기술 노동자의 권익을 위해 후보 사퇴를 안는 것으로 했다고 밝혔다. 가해담화 게임 또와 他人に金銭的対価を支払ってゲームの運営を頼み自分のランクを上げる行為を言う。ゲーム産業や文化などに弊害をもたらしかねないため、昨年6月に国会は未来統合党のイドンソプ議員が代表発議した替え玉ゲーム処罰法を可決した。現在、替え玉ゲームは違法というわけだ。 대리 게임이란 타인에게 금전적 대가를 지불하고 게임 운영을 부탁해 자신의 등급을 올리는 행위를 말한다. 게임 산업과 문화 등에 저해를 가져올 수 있기 때문에 지난해 6월 국회는 미래통합당 이동석 의원이 어 대표 발의한 대리 게임 처벌법을 통과시키기도 했다. 현재 대리 게임은 불법인 셈이다. 리코호호와. 2014年、不要意に周辺の知人に私のアカウントを共有し、それが問題になって謝罪文を掲載してサークル会長職を退いたとして、ゲーマーたちの間でこれは簡単に許されることではなかった。当時書いた反省文を重い責任感で再び取り出して読んだと伝えた。ただ、劉候補は、いかなる経済的利益や大会での反則もなかった。替え玉ゲーム問題で退社したとの主張は事実ではないと一部のデマについては釈明した。 류 후보는 2014년 조심성 없이 주변 지인들에게 재계정을 공유했고 그것이 문제가 돼 사과문을 올리고 동아리 회장직에서 물러났다며 게이머들 사이에서 이는 쉽게 용서받을 수 있는 일이 아니었다. 당시에 썼던 방송문을 무겁게 책임감으로 다시 꺼내 읽었다고 전했다. 다만 유 후보는 어떠한 경제적 이익이나 대회에서의 반칙도 없었다. 대리 게임 문제로 퇴사했다는 주장은 사실이 아니다라고 일각의 루머에 대해서는 해명했다. リュックオフは、岩女子大学 e スポーツゲームサークル会長出身で、全国 e スポーツ大学連合会でも活動した。アフリカテレビ、アフリカテレビって日本で言うニコ生みたいな感じの、うあの、オンうですね。はい。えー、や、ツイッチなどでゲームをテーマに BJ、あの、ビデオジョッキー、えー、ビデオジョッキーというか、要は映像の実況担当みたいな。 bj と言います。活動をしたこともあり、大学卒業後ゲーム会社スマイルゲートに入社した。ここでローソ設立を推進したウ候補は、ローソ発足2週間前に退社し、その後、IT 会社のローソが所属している民主労働党科学繊維食品ローソの宣伝広報部長を務めた。 류 후보는 이화여대 e 스포츠 게임 동아리 회장 출신으로 전국 e 스포츠 대학 연합회에도 활동했다. 아프리카 TV와 스위치 등에서 게임을 주제로 BJ 활동을 하기도 했으며 대학 졸업 후 게임 회사 스마일 게이트에 입사했다. 이곳에서 노조 설립을 추진했던 류 후보는 노조 출범 2주 전 퇴사했으며 이후 IT 업체 노조가 소속된 민주노동 어, 화학섬 아, 유식 プロゲーマー出身のファンフィル共に民主党公認管理委員は、リュウ候補の買い玉ゲーム論争について想像を絶する深刻な問題として、わかりやすく例えれば、買い玉試験に引っかかったと批判した。ファン委員は、単に ID を貸したのではないかと簡単に聞き流す問題ではない。こうした状況でリュウ候補が正義党で、正義党の比例1位で出馬するというニュースに多くの青年が怒っていると指摘した。 프로게이머 출신인 황희두 더불어민주당 공청관리위원은 류 후보의 대리게임 논란에 대해 상상을 초월하는 심각한 문제라며 쉽게 비유, 비유하면 대리시험에 걸린 것이라고 비판했다. 황의원은 단순히 아이디를 빌려준 것이 아니냐고 쉽게 넘어갈 문제가 아니다. 이런 상황에 류 후보가 정의당 비례 1번으로 나온다는 소식에 많은 청년들이 분노하고 있다라고 지적했다. 예, 또, ちょっと補足なんだけど、なんでこんなにみんな怒るのかっていうと、この人は、えー、こういう経歴の持ち主なんだけど、うん、あの、リーグオブジェレジェンドでゲームのランクを、あの、人に頼んで上げてもらったの。で、それをなんかゴールド1からダイヤ5になったんだって。うん、プラスこのスマイルゲートっていう会社は割とゲーム会社として大きな会社。うん、で、そこのゲーム会社に入社するときに志願者にこの上げてもらったランクを書いた。 っていうことが、<ー>これお前不正だろとみんな怒っているという。トフル950点って書いたようなもんかしら。うん。まあ、それを替え玉受験でやってもらったら、うん、そはみんな怒るよねという話。なんだろうな。なんか、なんかすごい先を行く話だな。うん。ねえ えー、え、チャンニョンとしては怒りますか <laughs> いや、正直自分はゲームとか、<laughs> 最近まあ、最近まあ、ポケモンやってますって言ってましたけど、<笑><笑>そこまでゲーム好きじゃないんですよね。<laughs> ゲームやってないし、<laughs> で、ね、ゲームをやってる人たちの、その気持ちには、あんまり共感はできないんですけど、うん、でもやっぱりこう、まあ、代応として出馬する人間が、うん やっぱそういう、なんか引っかかる、ま、あところだと思うし、でもゲームをして、ま、あのゲーマ、プロゲーマーからして、うん、からしてみれば、やっぱさすがに、代理でやってもらったくせになんか誰、あの、たた今さ書いたんじゃないですか、もう、その、うん、情報を技術、技術労働者を代弁して、って、うん、か、戦うみたいな、っていう言い方はちょっとおかしいなとは思いますね。え、うん、もうんまあ、多分、 例えば、例えばの話です。うん、例えれば、英語がもともと上手な子で、うん、で、英語ガりの会長とかやっていて、なんだけど、トトイックは実は900点止まりで、で、あの、誰かに950点にしてもらって、うん、で、その950点を、を提出して、っていう過去はあるけれど、でも彼女はもともと英語は好きで得意で、 みたいなどっちを見るかって感じですよね。うん、うん。まあ、替え玉事件は明らかに本人の能力でないからダメっていう意味では言うと、その,その論理からするとやっぱりこの替え玉ゲームもダメなんだろうな、やっぱり。<laughs> でもきっとこの、ここに就職できたのは、そのトイック950点っていうところよりも、なんかね、サークルの会長とかそういうところだった。うん って言われたらう。うん。リーグオブレジェンドのランクがもしかしてその、採用に有利に働いた可能性は、ま、ゲーム会社だからあるよね。いやー、えー、でもなんかもし面白いって言ったらおかしいけれど。うん。ですね。いや、なんか日本人からするとそこまでするかという、えー、感じもあるんだけど、で、これでやっぱり問題になったんで、えー、替え玉ゲーム禁止法っていうのが。へぇ<ー>で、これ金銭の対価を目的に、 あの、他人のゲームの ID を使ってプレイを代行してランクを上げたりする。で、それはあの、リーグオブレジェンドとか、大体の、その大きなオンラインゲームは大体それ禁止事項という風に定めてるのね。でその禁止事項をやった場合に、刑事罰。すごい,い。捜査が、どう,う <laughs> 検察に捜査を依頼する。するんだろう。いや、IP 記録とか、うん、結構立証は簡単よ。 えでもほら、うん、だで自分の ID で自分家でだったらね、うんうん、完全犯罪になります、ね、いやでもなんかやっぱりその明らかに大体そういうのは自分の家でやらないから明らかに全然違うところでやってたりとかさ、そそう,かうん、うん、それでそれは実はですねあのゲーム物管理委員会っていう韓国には公的機関がでね,あね倫理審査機まあもと倫理審査機関なんだけどそこが 検察に捜査を依頼するんだって<ー>。あとちなみに韓国にはアイテム取引禁止法ってのもあるのね。あ<ー>あ。あ今持ってきたんだ、それ。あ、それはもう結構前からあって、実は2012年とかからあって。あのー、<ー>もしかして、ジョンさん知ってるかなあの,あの、パダイヤギ。うん、ああ、はいはいはい。パチンコでしょパチンコパチンコ。パチンコというか、韓国であの、え、アーケードゲームで。アーケードゲーム海の物語つ、あの、 パチンコじゃないんですかパチンコじゃなく、日本ではパチンコだけど、韓国、うん、はパチンコないからに、ねうん、あの、なんか、商品券が出てくる。うん、あの、パダイヤギは商品券が出てくるの。うん、あの、本当はそれは、え、用途は限定されてるんだけど、それ監禁されて社会問題になる。結局、金品線と一緒に流通するみたいな。で、それがあったんで、結局、アイテム、ゲームアイテム取引禁止法という、金銭目的で事業部屋を取引してはいけないっていう法律ができたと。 っていうのもあるのだうん。でもまあ、あとほら、やっぱり、これだけちょっと大きな話題というか、大きな社会問題になってるのは、この人が、比例名簿の一番になったっ、うん、で、割とほら、あの、青年枠ってあるじゃない。うん、要はもう、20代の若者の問題を解決すると言って、そういう人をこう、ドーンと、目立つところに押し出してくるじゃない。うん、多分その枠に選ばれたっていうのも結構、影響してるのかなと思うんだけど。 青年から、なのに青年たちから反感を買ってる日本でさ、その20代の、うん、20代半ばの女性がさ、多分、どんな政党の比例、比例名簿の1位にもならないと思うよ。共産党はやらないかなあ、共産党こそやらないよ。あ、本当ですかあの、老活動家たちがいっぱいいるからね。そうかうん んもしかしたら、令和新選組とか、ああいう新しいところがボンとやるかもしれないけど、どそれ以外のところは結構しがらみがたくさんあるから。うん、そうなのかなぁ。うん。著二段だからなぁ。うん。まぁ著二もまあ、言ってみれば、やっぱ労働組合の政党なので。うんそうの。労働者のお、お代弁して、うん、そうそうそう、そういう、うん、どうですかね、うん。いや、なんか、ほら、結構、 韓国ってその政治家、政治、政党が割と若者対策って、結構声を大きく上げて、うん、で、こういう人をなんかこう、目立つところに象徴的に擁立したりするじゃない、するんですよ。はいはい。うん。でもそれが、果たして、それは党の若者青年から見ればどうなのかな、ちょんちょんとしてはどう思うのかな、とちょっと。へぇー。いや、だから、その、なんだろうな、まあ、能力があればいいと思うんですよね。あの、うん、いくらその、若い人でも、うんまあ ま、比例代表として、うん、あの、まあ、候補として上がっているのであれば、それになんか見合った、その、まあの、まあ、能力と、あの、まあ、資質があればいいと思うんですよ。資格があればいいと思うんですけど、うん、ま、こんに関してはよく、この人の、ま、履歴はよくわかんないんで、何とも言えないですけど、うん、まあ、まあ、タイガマ、カイダマ、カイダマ、カイダマ、<玉><玉>ゲームをやったわけじゃないですか。うん、だから、それ時点、その時点で、もちろん、なんか政治家の中で、 こうよく言うには韓国でこうタロ,サタ,タロサボンジャーナのおったって言うんですけど、うん、まあ言うけどだけどもなんかなんとかなそういうなんかそそうういうじその不正まあ要するに法,、うん、あの法律で禁止されていることをやっちゃったわけだしでしかもなんかそのゲーム産業ってさっきにも申し上げたんですけどまあ韓国国内では結構ゲームに関しては、うん、あの日本と感覚が違くてああのまあお金に あの、まあ、直結する問題だし、ある程度も職業なわけなんですよ。はいはい、ゲームをやってる人からしてみれば。うん、それを勝手にやってしまった。で、やってしまったくせにそれを、まあまあ、青年代表としていくっていうことは、ちょっとおかしいなと思うんですよね。そうそうそう。だから、えー、っと、まあ、今多分、 最近ちょっとニュースによく読んでないんで分かんないですけど、その、あの、ハンナラ団うん。セヌリト、セヌリト、セヌリト、セヌリトの。今また名前変わったけど。まだわかりませんここ、ななんて書いてあすいません。ここ。ミレトンハッパーに変わったんですか。で、その、そこにいた人で、若い人で、ハーバード大学出た人で、その保守の、あの、ま、あ一つの代表として、若い代表として、何回かテレビで出出たりはしたんですけど、 で、結構、まあ、そういう、なんだろうな、なんか資格があればいいんだけども、うん、そうじゃない人を、まあ、青年代表として、よくなんか、こう、こう、左寄りの生徒でよく、まあ、何々、国民代表とか、うん、はいはい。青年代表とか、何々、こう、集団を代弁して、うん、そうですね。うん、こう、この人はいい、こう、代弁してくるよ、みたいな、っていうような、うん、あの、スタンスが多いんですけど、ちょっとそれも、それ、どうかなとは思いますね。うん でもなんかそもそも韓国ってあんまり若者のそういう人をが通らない時が多いですね。日本ってもう日本ってなんか特にあの区議とか市議とかだと若い人ってトップ当選とか結構しちゃうじゃないですか。うん、まあね、あの地方議会はそうなんですけどね。でもなんか韓国はなかなかね、やっぱり皆さん厳しいのかしら見る目が。うーん だから増えたらいいなとは思うんだけどなあ、この人、イー、イリー・ジンリー・ジンまあでもね、なんかやっぱりみんな一気でやめちゃう人が多いんですよ。あの、やっぱり、どっちうんあの、韓国韓国の、あの、こういう若くして20代、30代とかで青年枠として、うん。擁立されて、で、割と比例の優順位も優遇されて上の方に行くんだけど、やっぱり、あの、その後が厳しいというか、うん。この人、今、未来統合党ごとに今入って、 で1985年の人ああ若いねうんまああとはやっぱり有名人枠のアナウンサーとかねうそういう人になっちゃうんですよねうどうしても若い人がもっと若い人がもっとなんか自由に国会内で活動できるようになればいいなとは思いますけど、ね、たちだけじゃなくて、ね、日,本日本は逆に韓国は結構若い人が、まあ、選挙に今出たりしてるし、うん、でその分政治に対する対してこう興味を持ってるっていう、まあ、ある意味 そういう証拠だと思うんですけど、日本ってやっぱあれですかね、こう、若い人が、まあ今の、まあ日本の中主要の、今、与党の対応として、こう、出るっていうことはあんまないですかね。だって20代の人が。20代 ?20 代。いや、時々いるんだけど、実はでもあんまり票を取らない。あ,<ー>あの、日本の場合特にほら、参議院選挙とかの比例代表はもう、票、自分個人名で票を取った順に当選していくので、そうするとそういう人は、 なかなか実力でははい上がれない。うーん。あの、大いいそういうのってやっぱ組織票が強い世界だったりするからね。うん。うんでもさっきも言ったけど、私が見た感じだと、地方議員だと、なんか若い人が出ると、もうバーって初めて出てきても、うん、トップ当選とかしちゃってる。あるんだけど。国政はあんまり聞かないですよね。そうなかなかね。ん。うん。まあ、この間のその、令和新選組でその、やっぱり重度障害者が、 二人当選したっていうのはちょっとしょ、はい、あの、そういう意味で、いい意味で衝撃ではあったんだけれど、んなんかそういうような、すごい、あの、旋風というか、あんまりなんか、日本の国会では沸き起こるような感じになってない。うんですね。うん、そう、私のね、後輩の子がね、あの、区議選に前前の、前々の地方選の時に出て、はいはい、まだ当時20代だったから、なんかね、日本の感覚だと、あの、大学、新町、 で出てたから、あの、学生たちいっぱい住んでるし、うん、なんか通りそうだなって思ってたんですけど、はい、やっぱり、あの、落ちちゃったんですよね。なんかそれ見て、うん、あ、韓国はあんまり若者が国、なんか政治に参加できる感じじゃないなってすごく思った。まあやっぱなんか年功序列は、社会として、年功序列の。うん、なんか日本で多分早稲田で、そういう風に出たら、普通にトップ当選するんじゃないのかなって思うんですけどね。 まあ、場所にもよるような気はするなまあ、新町って結局、なんか住民票をしてる人あんまり若い者いないとか、<laughs> そういう理由もあるんだと思うけど <laughs>、うん。まあね、ヨニドンとかお金持ちのエリアですからね、とか。ジじばばのエリアだったりするし。<laughs> うん、うん 韓国ってあんまりなんか重鎮が重鎮でずっといられないというか、前回も言ったけど、重鎮でも公認で落とされちゃったりするし、うんうん、予備選で落とされちゃったりしてで、重鎮になるともう、ほ日じちるまはらーとか言って、お、うん、前は、お前はもうベテランで重鎮なんだから厳しい選挙区で出ろと、地方で寝てても選挙で勝てるようなところでなんのん、案としてるなっていうふうに感じになって、うんうん、で、案外その、もうなんか楽な選挙で10回も10何回も当選してる人ってそんなにいないんだけど、うん、でもやっぱり、

では次の、これは私の、ね、興味関心事項。ヨッシーさん好きね。好きというか、あの、タクシー業界で。タクシー行政興味があって。はい<あ>。あの、うもう2年前になるんですけど、えー、ニュースで韓国語、エピソード38ですね。はい。で紹介したタダっていう、えー、サービス。うん,うん。結構その後すごい人気が出て、割と韓国で定着してたんだけど、国土交通行政の風当たりは強くて、ついにサービスを休止することになっちゃったという。 あれ、ただって何でしたっけただって、あの、ボンゴ。えー、っと、うん、ちょっと、中型ボンゴを運転手付きでレンタルするという名目で、それがだから、アプリでどこでも呼び出せるっていうサービスね。観光目的いや、えっと、基本、あの、アプリで予約して、ソウル市内の移動とかに使える、タクシー代わりに使えるサービスだったの。タクシーとは違うタクシーと違うのは、ちょっと車が大きいのと、うん 韓国のタクシーはみんな乱暴だ、危ない、怖いという,、ね、そうだイメージがあるので、その運転手が、ちょっとタクシーより値段が高いんだけど、うんうん、やっぱその分サービスはいいですっていうことで。なんかチャイルドシートとかもあったりしてんですよね。ねなんか特に女性に人気だったのよね。あと女性運転手さんのとか、<だ>うん、なんかそうだった気がする、うん。そう。2割ぐらいなんか運賃が高かったんだけど、タクシーよりも。それでも、こう、すごく既存のタクシーに不信感を抱く人たちに、うーんあの、 そうだでうだ思い出したただ、残念ながら国土,行政国土交通行政の厚い壁は跳ね返せなかったというお話、うんえー、タクシー業界と対立してきたただベーシックサービスが4月11日から暫定的に中断されるサービスを運営する VCNC は11日午後、工事事項をアップし、4月11日からサービスを暫定的に中断すると明らかにした。 택시 업계 등과 갈등을 빚어왔던 타다 베이직 서비스가 다음 달 11일부터 잠정 중단된다. 타다 서비스를 운영하는 VCNC는 11일 오후 공지 사항을 올려 오는 4월 11일부터 서비스를 잠정 중단한다고 밝혔다. 6日夜、国会本会議で成立し、えー、国会本会議を通過した旅客自動車運輸事業法改正案によると、タダベーシックのような形の運転手を含むレンタカーサービスは、観光目的でレンタル時間が6時間以上か、返却場所が空港または港湾の場合に限定される。 법정안에 따르면 타다 베이지와 같은 형태의 기사 포함 렌터카 서비스는 관광 목적으로 대여 시간이 6시간 이상이거나 반납 장소가 공항 또는 항만인 경우로 전환된다. 다다가와와 임아노와 서비스로 하려 국도 교통에 기요금, 보증금을 내고 허가를 얻어내만받가허가사れ의 송료야 기요금의 규모를全く 예측하기にくい状況だとサービスを中断する理由を明らかに ただ쪽은지금처럼서비스를하려면국토부에기여금을내고허가를받아야하는데허가될면허의총량이나기여금의규모를전혀예측하기어려운상황이라고서비스를중단하는이유를밝혔다。しかし暫定というただし書きをつけたところを見ると기여金の規模や、えー、許可台数がどのように決まるのかなど今後の状況変化によってはサービスを再開することも考えられる。これについてただ側は事業計画はまだ具体的に決まっていないと説明した。 하지만 잠정이라는 단서를 붙인 점을 보면 기여금 규모나 허가 대수가 어떻게 정해지는지 등 앞으로의 상황 변화에 따라서 서비스를 다시 시작할 수도 있는 것으로 풀이된다.이에 대해 타다 쪽은 사업 계획은 아직 구체적으로, 아, 구체적으로 정해진 바가 없다고 설명했다. タダプレミアムは K7 級車両で運営される高級タクシーサービスで空港移動サービスのタダエアは改正法案を土台に合法的なサービスが可能な運転手付きレンタカーだ。現在は1時間半以上あらかじめ予約して利用する運転手付きレンタカー、タダプライベートは 改正法案が施行されれば6時間以上の観光目的の時だけ可能になり、このサービスも今後変動する可能性がある。これに先立ち、ただは旅客法改正案が6日に国会本会議を通過すると、65歳以上の高齢者や障害者のための運転手付きレンタカー、タダアシストサービスを終了した。 타다 프리미엄은 K7급 차량으로 운영되는 고급 택시 서비스이고 공항 이동 서비스인 타다에어는 개정법안을 바탕으로 합법적인 서비스가 가능한 기사 포함 렌터카다. 현재는 1시간 반 이상 미리 예약해서 이용하는 기사 포함 렌터카 타다 프라이빗은 개정법안이 시행되면 6시간 이상 관광 목적일 때만 가능해져서 이 서비스도 앞으로 변동될 가능성이 있다. 앞서 타다는 여계법 개정안이 지난 6일 국회 본회의를 통과하자마자 65세 이상 노인과 장애인 등을 위한 기사 포함 렌터카인 타다 어, 어시스트를 어, 서비스를 종료한 바 있다. 하이, 네. 죄송합니다. 이건 저, 그러니까 교통, 운용 교통 교정에 관심이 있는 저로서는 택시 업계가 이걸 나왔을 때 반발이 엄청나게 심했고 택시 협회가 몰열한 あの、反対運動やってたわけですよ。で、実はだから、ただのこの、えー、社長とかが、あの、検察に、要は法律違反で在宅起訴されたりしたんだけど、実は無罪判決も出たのね。うん。だけど、その無罪判決が出た直後に、この法律の改正案が実は3月につまり通ったわけなんです。んなんでかっていうと、選挙があるから。うん。共に民主、与党が選挙を意識して、タクシー業界の票を意識して、あの、ただ、 っていうのはつまり、今までのその法律の抜け道を使って運営してきた。会社なんで、うん、そのまあ抜け道を塞ぐような法改正をしたわけなんですよ、うん。なんかあれなんですね。どういうサービスかとかじゃなくて、あのタクシー業界を脅かす存在って。 すべてノーなんですね。うん。で、またな、ね、んーバーもそうだけど、うん。そう。で、またなんか結構行政も、あの、検察もそういうところにすごく、タクシー業界の移行に配慮した動きをするので、<ー>すごくこういう、あの、交通ベンチャー企業に、あ,<ー>あの、大変重い、<ー>重い行政罰、刑事罰を下そうとするんだよね。ですね。うんで。そんなんだとなんか新しい産業が育たないじゃないかとかちょっと思ったりするんだけど、 それはなんか刑事罰で規制するのがちょっとおかしいかなおかしい、ね。ウー,ーね、ウーバーもやっぱりあの起訴されたりしたんで、ん結局現状、韓国ではウーバーはおろかーウーバー,ー,バーイーツすら。ねえ。えー、ウーバーイーツすら撤退して。いやでもあとなんか、暫定って言ってるのは、これはちょっと、 あの大統領の拒否権に期待をかけている。つまり選挙目当てで、うん、選挙目当てでこういう法律を通したんだったら、<ー>選挙が終わったら大統領が拒否権を行使してひっくり返してくれないかっていう。うん、韓国は大統領制の国なので。大統領が強いですからね国。国会で賛成多数で、多数で可決された法律を大統領がひっくり返して拒否することができるシステムなんですけども。でも別に大統領がただにそこまで思い入れする。 うん、こともな,ないのではうん。だからまあ、誰の方を向いているかという部分もあり。だからまあ、その、そこに若干の希望をかけているんだけれど、おそらく望みは薄いだろうなとは思う。まあ、タクシーねー。うん。利用者にはある程度好評なんだけどねっていう。う,ん,うん。やっぱなんか、あの、やっぱなんか既存のタクシーはちょっと怖いわっていう。 話は私も何度も利用してますが分からないわけではないので。まあ乗るだけならいいんですけどね。うん、でもやっぱ既存のタクションもやっぱこうぼっ,ぼったくりで、やっぱこういろいろ、外国人に対してぼったくり事件も多かったし。うん。最近どうなんだろうな。そうですね。うん。最近ちょっと弾けていないみた、ね、<あ>いうか。でも最近ぼったくりはしないけど、 あれだよね遠回りはすとメーターのあれをちょっと勝手にいじっちゃってそれでちょっとメーターのやつていうかメーターのやつも最近テレビで見たかテレビ出てて勝手にいっちゃってそれでもう変な料金が請求されたりとか昔に比べればだいぶ良くなったとは思うんだけどもでも私本当にタクシーの運転手さんのおしゃべりが好きじゃないああ 大体自慢話。<laughs> 自慢話息子の自慢話。息子の自慢話。ま、政治話、政治,話政治の話。そういる。うん、あの、そうね、なんか、日本だと大阪に,に、大阪の雰囲気に似てるかな。あそうなんです<ー>あの、大阪の雰最近は東京とかだともう、客がずっと黙ってるんだったら運転手もあんまり、自分からは話しかけてこないっていう感じに。はいはいはい 結構なってきて、僕はあんまり運転手さんとは雑談しない方なので、うん、なんかほぼタクシーの中は無言なんですけど、はい、大阪ってやっぱり、あの、話ててきます話それが多分仕事だと思っている、それがサービスだと思っている結構運転手さんも多くて、 だいぶ私もタクシーの運転手さんから大阪弁を勉強しました。なんかそういう雰囲気あるななんか、また結構政治談義とか好きなんだよね、大阪のタクシーのーそうな、うんですね私、韓国のタクシーの運転手さん、前のただの時も私話した記憶があるけれど、うん、私結構ほがらかに、ああ、暮らせよーみたいな感じで、最初お話聞いてると、だんだん自慢がエスカレートしてきて、 でね、その自慢話聞くのめんどくさいんだよね。うん、わかる、ね、わかる。で、まただんだん多分当時は20代とかだったろうからうき、学生とかだったろうから、学生に対して運転手さんがマウントを取ろうとしてくるみたいな。いやー、ね、そうそう。うだからなんかね、結構、なんか曲がった見方をしてるかもしれないけど、うん。なんか、テキシー気さるを하고있ま만、ねえ、アドルンチャイナったみたいなで、<ー>すごい。 ヘミョンしたがる感じをすごい感じて、うん,うん。いや、別に何とも思ってないんだけどなって。うん、なんかすごく、うん、やっぱり職業、職業の規制意識は強い部分あるからね、<う>韓国。あとね、今なぜ自分が適式さをやっているかっていう説明だから、あ,あの、だから別になんか事業に失敗したとかそういうんじゃなくて、仕事もリタイアして、 あの、<laughs> 趣味でやることないからやってて、でも昔はこういう仕事をしていて、みたいな。あに、てっかにゃって。<laughs> はあはあはぁ <laughs>。っかだにゃって思うんだけれど。ははははは僕もあれそうそう去年韓国帰った時に、タクシー乗って家まで行ったんですよ。うん、そしたらタクシーの運転手が、どこからあたあ、帰った。ース,スーツケース持ってたんで、で<た>あれどこから来たんですかって聞いて。 に言われて日本から来ましたって言ったら、いきなりなんかこう、日韓の貿易問題とかを言い出しすぎて、でも、その、本店さんはやっぱこう、今の政権、あの、韓国の方が悪いよみたいな的な言い方をしてたんで、あの、だからその、ま、日本のことも自分も話したし、向こうもなんか、あ、そうなのみたいな的な感じでちょっと。建設的な会話じゃないちょっともう建設的な会話、それこそ建設的な会話ですなんですけど、 それもやっぱありますね。結構話が盛り上がるところの時もあればそうだからすごいどうでもいい話で、うん、もう一方的にこう。大体日本っていうキーワードになるとめんどくさいことになるからあんまり出したくないんだけどでも私行く時はなんか夫と一緒に行く時とかが多い。 はい、日本語喋るじゃないですか。はいはい、でも、なんか遠回りされたら嫌だなっていう気持ちから、韓国語はできるんだっていうふうにアピールをするんだけど、はいうん、そうすると、なんかね、日本がどうのことってすごい話してくるじゃない。それもね、めんどくさいから、うん、なんか、うん、なんか東京にいるから東京の運転手さん静かじゃないですか。うん、そそれ、ね、うん、もうそれになれちゃってるんだな。はぁ<ー>、あ<ー>パラサイトとかね、あの、見てる。パラサイトのほら、あ,<ー>あの、 ソンガンホ演じる役も、まあ、元タクシー運転手じゃないですか、事業に失敗して。あれ、<ん>カステラ、うん、カステラじゃなかったでしたっけカステラ失敗して。その前は、うん、はタクシー運転手だったの、ねうん、中華料理だったっけなんか、あの、うん、だからあの運転がうまいんだって。<laughs> <laughs> で、まあ、ほら、あと、そのソンガンホがその前に演じてたタクシー運転手も、あれは、なんか、やっぱり遺族、遺族というか元になったその、 モデルになったひ家族がすごく、こう、うね、複雑なというか、うん、困った表情をしていたんだよね。あのただのタクシー運転手じゃなくて、私たちの,の父親はちゃんと英語もできて、うん、で、ホテル専属の、の、騎士だあの。うん、運転手だったと、外国人、うん、外国人の特派員を専用に乗せて、うん、そういうところに連れてって、ちゃんとインテリだったんだぞっていう、ところをすごく強調していて、まあ、 割となんかその、ソンガンホの演じるタクシー運転手が、何も知らない役でしたもんね。キムサボクさんは本当にすごくち貧しい小さな家に、あの娘と二人で暮らしていてっていう、そういう設定だったので。あ、そうだ、娘、うん、そうでしたね。うん,う,んうん。だから、タクシー運転手ってなんかやっぱりそういうイメージで語られるところがあるからね。うん,うん そうじゃないんだよというのをなんか随分遺族の方が強調していたようですけれども。うん。で、なんか運転手さん自身もそうじゃないんだよってことをすごくアピールしてくることが多くて。うん,うん。いや別に運転上手いからいいじゃんって私は思うんだけど。<laughs> 結構なんかそのやっぱりタクシーを巡るトラブルも今多いんだけど、なかなかそれに続く、それに変わるサービスがやっぱり業界の構造上出てこないという。 残念ながら、ただも今後どうなるのか相当不透明になっちゃったという話なんですよね。ねえ<ー>。うん、うん。期待してたんだけどな、結構。国が狭いし、なんかいろんな産業が入参入してしまうと。ってことなんでね。そうですね。やっぱこう、競争も少競争で、やっぱ<う>、ね、国が小さいから。うん、次は、 次はですね、まあ、ちょっと今、さっきも言いましたけど、ジジュさんがお引っ越しを、えーえー、計画していまして、物件探しを私が手伝ったりもしているのですが、うん、そんな中でちょっと見つけた韓国の引っ越し話。また例によって、あの、キムヒョンニュさんの新婚日記なんですけども、<laughs> うん。あ、なんか韓国の引っ越しってこういう風うに引っ越すんだ。ちょっと違うなという。 えー、そんな部分も含めてちょっとこう、お楽しみいただければと思います。また長いんですけどね、長いね例によって。うん、えー、キムヒョニさんは、あの、結婚2年目ぐらいで、えー、20代後半で子供がいない、うんえー、夫婦なんですね、共働きで。うんうん、えー、今の旦那さんと、えー、結婚前から同じ家にずっと5年ぐらい住んでいたんですけど、そこを売りに出して引っ越すことにしたというお話です。 ほぼ5年住んだ新婚の家と別れることになった別れは突然だった住宅を売りに出してからやっと1年になったが売買する人は一人もいなかった内見に来たのはこの1年間で3組ぐらいでそのうちの1組が数日前に訪ねてきた家族だった거의5年을살았던신혼집が좌別하게됐다이별은갑작스러웠다집을내놓은지어느새1년이다되어갔고되어가고있었지만매매하겠다는사람은하나도없었다 집을 보러 온 사람은 지난 1년 동안 셋 정도였고, 그중 하나가 며칠 전 찾아온 가족들이었다. ある晩、私と夫は夕食にナビを作って晩酌でも一杯やろうかと言い、盛り上がって耳が動くうさぎの毛の帽子をかぶって、タイから買ってきたフラッシュライトを光らせて遊んでいるうちに、食べた食べ物を一つも片付けずに寝てしまった。

んで二人暮らしのオのバイスなんだろう。そして、ブルートゥーススピーカーとフラッシュライトが置かれたままだった。何の理由か、うさぎの毛の帽子をテレビの角にかぶせてあった。 n×4 個、麦酒は常4杯数。そしてブルートゥススピーカーとフラッシュライトが載っていた。무슨이유에서인지、ト끼털帽子はテレビジョンのモ서리に擦れていた。出勤後、赤い顔で忙しく働いていたところへ、夫から電話がかかってきた。おい、今誰かが家を見に来たらしいけど、入ってくださいって言ってもいいかな？あのバカ騒ぎを。やれやれ、どうせ買わないんだから見せてあげようか。

그런데 그렇게 집을 보고 간 가족들은 충격적이게도 집이 너무 마음에 든다며 계약을 하고 싶다고 했다. 대체 어디가? 텔레비전에 쓰여져 있던 토끼 털모자에 반했나? 혹시? 어쨌든 계약은 일사천리로 진행됐고 그 가족은 한달 안에 집을 비워줬으면 좋겠다고 부탁했다.

5年間この家で暮らしながらいいことがたくさんあった。就職もし、夫もいい部署に移動してすぐ昇進し、二人が無事結婚し、新婚時代も幸せに暮らした。情の移った家なので、売らずに我々が持っている債券を払って暮らせばよかったが、40%の貸し出し制限は大きかったので、結局我々は売買を選択した。 그 5년 동안 이 집에서 살면서 좋은 일이 많이 있었다. 취직도 했고 신랑돈 좋은 부서로 옮기고 곧장 승진하고 둘이 별탈 없이 결혼도 잘하고 신혼도 행복하게 잘 보냈다. 정이 많이 든 집이기에 안 팔고 우리가 가진 채 세를 주며 살았으면 정말 좋았겠지만 40% 대출 제한은 컸기에 결국 우리는 매매를 선택했다. しばらく婚姻届を急ぎすぎたのを後悔した。ある記事で見たが、ある夫婦は結婚後、婚姻届を出さず、法的に他人同士の状態で、妻が調整資金の融資を受けて、夫の家に調整で入り、夫はその金でアパートを購入し、書類上、妻に調整を払うことになっている家は、ウォルセ賃貸で貸して収益を得ているという。ああ、まったく。私たち本当の愛に目がくらんで、こんないい機会を逃した。<laughs> しかし、 こんな抜け道が横行したら韓国社会は決して健全にはなれないでしょ? 잠시 혼인신고를 너무 급히 한걸 후회했다. 한 기사에서 본 건데 어떤 부분은 결혼 후 혼인신고를 안 하고 법적 남남인 상태에서 아내가 전세 자금 대출을 받아서 남편의 집에 전세로 들어가고 남편은 그 돈으로 아파트를 구매해 서류상 아내에게 전세를 준 것으로 되어 있는 집은 월세로 돌려 수익을 얻고 있다고 한다. 아, 세상에. 우리가 진짜 사랑에 눈이 멀어 이런 좋은 기회를 놓쳤군. 하지만 저런 편법이 횡행하면 우리 사회가 결코 건전해질 수는 없겠죠? にる 안녕. 긍정적으로 생각하자면 혼인 신고한 지 2년 만에 첫 후회라니 너무 알콩달콩하게 잘산건 분명. <music> というわけで、ちょっと解説。あの、40%の貸し出し制限が大きかったので、売買を選択したっていうくだりがありましたけど、えっ、ー、と、2019年10月6日の10.6ってやつなんですけど、それまで80%まで購入資金借りれたのね。買うマンションを担保に入れて、入れる条件で。 購入資金を80%まで借り、あの、融資を受けられたんだけど、この10月6日以降から40%までしか認められなくなったわけ。うん、つまり、家を買う6割のお金は自己資金を用意しなきゃいけなくなっちゃったわけ。うん、なので、えー、しょうがないから、自己資金がないから結局、あの、今ある家を売らなきゃならなくなったよっていう話。な、うん、くなく売ったということなんだけど、うん、あと、この、えー、偽装夫婦の話も、家を、 二軒持っているとすごい、ものすごく規制がかかるというか、自分の住んでない家を買って、それを、あの、陶器に出したりする、あの、貸し出したりとかして、それで収益を得ることに対してすごく規制が厳しくなったんだけど、この方法だと、両方とも自分が住んでることになるから、二軒家が持てる。で、一軒は貸せる。儲かる。というような話ですね。そんなことをやっていいのかという話です。いや、で、ジェジュさんは、 じゃあ。<Yeah. S 1> ジズさんも今一生懸命家を探し中、ね。うん。韓国이랑日本이랑집을구매하는방식이많이다르기때문에。ねあの、内見、住んでても内見させるんで、ね。ね、しかも、うん、本人がいない間に <laughs>。 아니, 근데, 제가 생각한 거는, 그니까 러 제가 지금 집을 찾고 있는데, 거기가 거의 대부분이 아직도 생활을 하고 있기 때문에, 그 안에 볼수 없다고 하는 거예요. <laughs> 근데, 내가 여태까지 그, 원룸을 구하고 그럴 때는, 그냥 사람이 있어도 없어도, 그것도, 그냥, 어, 거기 집주인이 지금 집을 비, 그, 집에 없는데도, <laughs> 그냥 들어가서 아, 보잖아 우리는. 어, 아, 요즘. 응. <laughs> 그런 게 있어가지고 왜안 보여주지 하는 생각이 먼저 오더라고요. 아니 한국에서는 그냥 보여주던데 왜안 보여주지 하면서 볼수없으면 정할 수가 없는데. 본인가 오케이なら, 見せてもい니よなのに思うけどね 근데 그 본인한테 허락을 받으려고도 안 하잖아요. 안 해. 뭔가 이게 개인 그 프라이버시 때문에. 음. 한국에서는, 그, 예를 들어서, 하숙집 같은 것도. 하이, <If> 하이. 그냥. 미리 네. 아줌마가, 그, 컹컹문 열어가지고, 응, 어, 없네? 하면서 그냥 보고 가시라고, 막 그러잖아요. 없네?とか 뭐기억 이따, 이따 미세 그거다, 미다. 응, 그니까, 뭐 그런 거라고 생각하면은, 너무 일본에서는 집을 안 보여줘가지고. 그렇습니다. 이거 사진만으로 어떻게 보라고 하면서 되게, ね、実はこの間、内見おて、内見にちょっとお付き合いしたんですけど、なんか何軒かは本当に中が見れずに外からじっと眺めてるけど、うん、ここ日当たりどうかな <laughs> うちょっと隣の家が、みたいな。<laughs> 隣の建物がちょっと近すぎて、ここの日当たりはあんま良くないんじゃねみたいなことを想像するしかなかったですよね。あ <laughs> らら、そうですね。あ、そうですね。ああ、そうです売りというか貸しに出すわけだから そういう人が来るっていうことは、うん、まあ多分十人も分かってはいるだろうからね。うん、そのぐらいを見せてあげてもいいんじゃないかなと思ったりもするけれど。これ <리> 、うん、記事は夫婦들이집에없는데도が누가보러왔다는거잖아요。そうなんです。で、日本에서는あ <laughs> あえ있을수가없는일이죠。うん、まあまずありえないね。しかもなんかこんなごちゃごちゃに散らかったところを見せるっていうのもまた、まあ見せない自由もあったんだろうけどね。まあ見せるもんだっていう感じで話が進んでくるね。うん。うん 아니, 도쿄가 너무, 집세가 너무 비싸가지고, 이럴 거면 차라리 그냥 지금 살고 있는 집이 훨씬 낫지 않을까. <laughs> 음... 예, 출퇴근이, 남편이 출퇴근이 너무 멀어가지고, 음. 음, 그것 때문에 좀더 가까운 곳으로 이사를 가려고 지금 이것저것 찾고 있는데, 음. 집이 너무 없는 거예요. 아, 이야, 조금 더 시기가 나쁘다. 아니 ]と... 근데 미리미리 제가 그래도 응. 2월 달부터 쭉 찾고는 있었어요. 응응응응. 근데 사이트에도 그 좋은 게 하나도 안 올라와가지고 그래가지고 응. 아유 이 정도면은 음꼭 이사를 가야 될까 말까 처음에는 그 고민부터 시작했고 응. 음, 그러다 보니까 벌써 3월 달. 네, 응. 그래 응. ,その 주주さんが 多分悩んでいる時が 2月の く二月の中旬ぐらいだったということは、ええ、多分だいたいもうそのぐらいから四月の転勤を睨んだ家探しはもう本格的に始まっていたっていう感じなんだろうな、きっと。うん。ね,ーね<ー>まあほら、僕も確かに東京に四月に転勤してくるときはなんか二月ぐらいにもうすでに家を探して物件見てたからね。ねで、またジジュさんが あの引っ越そうとしているところは結構物件自体がすごく少なかったりする場所だったりもするし。<S <S うん。で、隣ンネル社会のノウマウメドラソー、テでウィスメでのコギソサルコで。いい賃貸の物件がどんと開くのを待つ本当に祈るような気持ちで待つしかないというか。うん。あ、でくんで、ちっちゃいワルセル、いじょうんとねんだごはごいぬんでど、うん。け、おっでぬんけ、いえががよ。ううん。

で大変だ思うけれど 음, 음. 근데 그냥 그 가족들이 생활하기에는 너무너무 좋아요. 음, 음, 공원도 있고 음. 백화점도 있고 슈퍼도 많이 있고. 단지 음. 음, 음. 출퇴근 시간이 멀어가지고. 벌어서... 출퇴근이 약간 근데 그래도 집에서 직장까지 한 시간 정도? 딱한 시간?

収録、<laughs> 私は収録のたびにやっぱり1時間ぐらいかけて通っているので、<laughs> うもうちょっと近くなるといいなと思いながら、引っ越すのはジジュさん夫妻なので、<laughs> でもなんかやっぱり他人の引っ越しを手伝うのは楽しいです。うん <laughs> ご、うんい。やいや、<laughs> あの、物件見て回るのって楽しいし<ー>い、どこに引っ越してどんな新生活ができるかなって、なんか引っ越しの内見とか、間取り探しとか、物件探しって楽しいじゃないですか。う,ん, <laughs> うん。なんかここに引っ越すとなんか、あ、これはこういう物件かな、こういう間取りかな、みたいなのを見て好きだし、でも、自分の引っ越しだとやっぱりお金とかひ <laughs> 引っ越し作業自体とかいろいろ、 大変な決断もあるし、プレッシャーもかかるけど、他人の引っ越しは、<laughs> もう勝手なことばっかり言ってればいいので <laughs> 、네 <ー>、<laughs> とっても楽しいです。 <음> すいません。え 、네 、ジョンさん、<laughs> ジョンさんは、지금사는집은、회사에서、회 사, 기숙사인가、技術さんか技術さんは、カリアゲッタの、シャタク、シャタクでなんか、い <음> メンションで、회사에서、メッセンを、ジョンりん、빌려가지고、ジョンさんで살게基本 8만 원이나 9만 원 해요. 근데 이제는, 여칭 잘 되는 건 2만 엔 아, 진짜 2만 원 내고 와, 대박. 그리고, 그쪽을 사고 있죠. 신축구예요 신축구고. 아, 좋겠다. 그니까, 그리고 역에서도 가깝고, 역에서 음... 3분? 3분 거리고, 낮은 편에, 무카이가와에 저기, 소방서가 있고, 저, 음... 파출소가 있고, 소방서 그, 출장? 소가 있어요. 음, 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 그 다음에, 좀만 걸으면, 안과 있고, 내과 있고, 치과 있고, 약구 있고, 코방 있고, <laughs> <laughs> 그 다음에, 드랍스터가 있고, 슈퍼 있고 콤비닉다 있으니까. 음, 되게 편리하겠다. 편리하죠. 뭐 어디 갈? 근데 대신 먹을 때가 별로 없어요. 밥 아... 먹을 때. 아... 예, 유일하게 먹을 때가 이제 인도 카레인데. 인도 카레. <laughs> 인도 카레. <웃음> <웃음> 거기서 매일 먹죠. 뭘 먹고. 슈퍼는 있어? 마이바스케하고 음. 그리고 그리고 션 1층에 그 슈퍼 하나 있어요. 아 진짜? 예, 그래서 있고 콤비니뭐다 있고. 아니, 에또 취소는 뭐? 도이노. 에또요코하마입니 요코하마의. 아, 지금 요코하마. 지금 요코 グリーンラインうん。グリーンラインあ、ういう気持ち地下철인가地下、地うーん。横浜市用。地下、ですね。はいはい。あの、ジョンさんの勤め先は全国にチェーン店があるお店なので、あれって勤め先が変わると家も引っ越したりとかいや、そうよ。그、一旦거住地が無무조出출퇴で30分、40分にね、왔다갔다た수있는그、거리를배속、배속き되기때 예를 들어서 지금 있는 곳에서는 요코하마 쪽에 아직 하나가 조금 3, 40분 이내로 왔다 갔다 할수 있는 상관없거든요. 어. 근데 예를 들어서 뭐 치바 쪽이라든 사이타마쪽으로 배속이 안 되죠. 어. 근데 예를 들어서 근데 이제 지금 연수기간이니까 연수가 끝나면? 어, 연수기간이야, 아직도. 아직 연수기간이니까. 음. 올해까지 이제 그냥 음. 가게 연수, 미세 연수는 음, 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 올해까지 하고, 음, 음. 그 다음에 정식 그때 이제부터 배속을 받, 받죠. 역업부라든지 본사 아니 둘 중에 하나인데. 그게 언제야? 그게 이제는 올9월까지결과나9월까지결과 아. 나온 다음에 또 연수 들어가서, 음, 음. 이제 내년부터는 이제는 본격적인 배속지가 결정이 되는데, 음, 음. 외국인 같은 경우는 다 도쿄. 아, 그, 그렇군요. 아, 뭐, 주요가 오이니까 오사카는 가능성도 없지. 오사카도 아마도 가능성 있는데, 아마도, 음. 외국인은 왠지 모르겠는데, 도쿄에 그냥 집 놔두더라고요. 딴데안 음. 보내고, 지방은 안, 음. 안 보내고 그냥. 음. 도쿄 쪽에만 그냥 내버려두고, 오사카는 따로 그냥. 음. 도쿄에 있을 수 있으면 좋겠다. 그렇죠. 도쿄가 편하죠. 아무도 음. 가뭐쭉 있었으니까 음. 제일 저서 편하고 또, 또 입지가 좋잖아요. 음. 좋잖아요. 왔다 갔다 할수 있고. 근데 또 어떻게 보면은 지방으로 내려가면은 또 재밌기는 하지. 저는 그러니까. 개인적으로 지방 가고 싶어요. 음. 음. 되게 일본다운 일본을 볼수 있다는. 도쿄는 너무 상막 상막하다고 <laughs> 음. 해야 되나? 좀. 음. 상막하고 좀 음. 음. 東京暮らし、何回目かの東京暮らしも、6、7年になります、7、8年になりますけど、やっぱなんか便利だけど殺伐としてるて <laughs> 感じはするよね。なんか좀、사람들도좀様子がこうん、いや、뭔 <laughs> 가좀、余裕が起こるんか。

그게 무슨 말이죠? 예, つまりこの에で 신혼생활이 始まりみたいな 아, 근데 그렇게 말하자면은, 저는 지금 이 집이 너무 마음에 들어서, 사실은 움직이기 싫어요. 조그만 마당도 있고, 그래서 아주 좋긴 하는데, 여기서도 가깝고, 근데 워낙에, 여기가 도쿄가 아니라서. 아, 근데 워에 나이키는 付き合ったけど,本当なんか,じじさん, 요구가 다가와 아, 음, 음, <laughs> 아, 말이 안 나오네요. <laughs> 나 그렇게 와가마마 말한 것 같지는 않은데. 근데 집은 진짜 좋아요. 이집 좋은 것 같아요. 음, 이 집이 그렇게 비싸지 않거든. 아. 신축인데, 음, 근데 그거는 여기가 도쿄가 아니라서 가능한 일이고. 음. 아, 네. はい。今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。えー、Twitter、Facebook ページ、Instagram もあります。フォローしてください。公式ホームページですべてリンクしてあります。リクエストもお待ちしています。<laughs> すいません、娘が起きちゃった。ラジオトークもやってるからね、聞いてねってください。それでは、おぬる2番待ちがすみだ。さよなら。さよなら。